こんにちは、マリアです。今日は石垣島に来て2日目です。今日はマリンスポーツをたくさん楽しみたいと思います。カヤックに乗っていきます。動画撮っていくので見てくださいね。はーい左、OK、2 all the way back、OK、今、ランジ、2 all the way back。 You don't have to go hard。 This is for speed, OK? But can you show me that you do? OK。 右、左、together, straight、OK? OK。 はい、これで。ハロー。はーい。歩いてる私のところ。可愛くない？可愛い。アリみたい。ちょっと触ってみ。はい、今からバスケしていきまーす。じゃあシュート決めるぞ。ちょっといっぱい外れちゃったけど、久しぶりにやりました。はい、こんにちは、マリアです。今日は竹富島に来て観光してます。竹富島は八重山諸島の一つで、石垣港からだいたいフェリーで10分ぐらい、すごく近くの島です。小さい島で、自転車を借りて、観光したりする人がすごく多くて、とっても自然豊かな素敵な町です。素敵な場所です。はい、で今日は竹富島で有名な、お蕎麦を食べに来ました。はい、葬儀蕎麦とスパムおにぎり、ちょっと今から食べようと思います。はい、料理が来ました。スパムおにぎりと葬儀蕎麦です。めちゃくちゃ葬儀の肉の量が分厚い。スパムおにぎりもなんか東京ではあんまり見られない感じのボリュームです。食べます。いただきます。美味しそう。あ、美味しそう。お肉が分厚い。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、甘い。なんかお肉がちょっとなんか 甘っぽい甘い感じ。うーん、うーん、美味しい。なんかもう暑い中結構歩き回ってきたのでめちゃくちゃ美味しいです。じゃあこっちも食べます。いただきます。美味しそう。見てこのスパムの大きさ、大きい。なんだろうこのふりかけ、さっぱりしてて美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しいです。
今日はちょっと竹富島で楽しもうと思います。石垣島に今いるんですけど、石垣島で人気のあるハンバーガー屋さんにランチを食べに来てます。はい、とっても素敵な外観でめちゃくちゃ可愛いお店です。石垣のお肉のブランドの三崎牛を使ったハンバーガーらしくて、いつもこう行列ができるほど人気なお店らしいです。ハンバーガー食べるの楽しみ。見てください、出来上がりました。照り焼きエッグバーガーです。このボリューム感すっごい大きいです。これ多分ちょっと入るかな、口の中にいただきます。うわー美味しそう。三崎牛のそのお肉の牛肉のボリュームがすごいです。あ、はい、いただきます。ジューシーお肉、美味しいです。でもすごいボリュームがありますね。お肉柔らか。今石垣島の、離島ターミナルからとっても近いイルカと触れ合える場所に来てます。見てください、向こうに見える生けすがイルカたちがいっぱいいて、今からその生けすに降りてイルカと触れ合います。楽しみ。東京ではこんなこと絶対できないのでめちゃくちゃ楽しみです。